書籍。今回は特別編。友人が出した書籍、双翼の日の丸エンジニアゼロ戦と飛燕の遺伝子は消えずを紹介します。皆さんこんにちは、ポンちゃんです。本日は友人が書籍、双翼の日の丸エンジニアゼロ戦と飛燕の遺伝子は消えずを出したので紹介します。著者は戸井康幸、勝手新聞記者をしていました。敗戦で打ち砕かれた日本人のものづくりにかける創作魂の火を世界を相手に天高く燃え上がる炎へと昇華させたゼロの DNA、 そして飛燕の遺伝子を受け継いだ2人の日本人エンジニアによる挑戦の物語。軍用機設計の巨匠から伝授されたエンジニア魂、日本海軍が誇る零式艦上戦闘機通称ゼロ戦を設計した堀越二郎、そして世界最速を目指した日本陸軍の三式戦闘機飛燕を設計した土井武雄、日本を代表する航空技術者だった堀越と土井は敗戦によって表舞台から消えたかに見えた。しかしその教え子たちに不屈のエンジニア魂はしっかりと伝授されていたのである。巨匠から直接薫陶を受けた2人の若き技術者の成長と奮闘を喝写しています。その教え子のミノルタアルファ7戦と川崎 Z1 の開発費は未来技術遺産にも登録された傑作カメラミノルタアルファ7戦と伝説のモンスターバイク川崎 Z1 の開発の軌跡を追うノンフィクション。世界を驚かせた画期的製品誕生の舞台裏に迫ります。この先の見えない世界経済の中、悩んでいるエンジニアや企業人に頑張ってみようと思いにさせてくれるミーハーな言い方をすれば、新たなプロジェクト X です。学研から発売中です。英語でも紹介していますが、英訳本はありません。すみません。